ヨンストルゴールズは、フィンランドの指揮者、バイオリン奏者、ヘルシンキの生まれ、シベリウス音楽院で、エステル・ラウティオと、ヨーコ・イグナティウスにバイオリンを学び、イスラエルにも留学して、カイム・タウプの教えも受けた。また作曲も A のユハニ・ラウタバーラに指示した。1八十六年から、エサイコール・ペッカ・サロネンの率いていた、スウェーデン放送公共楽団のコンサートマスターを、務めたが、 1993年から1997年まで母校であるシベリウス音楽院でヨルマパヌラとエリクラスの下で指揮法を学んだ。1996年からラップランド室内管弦楽団の芸術監督となった。2003年からヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団の首席客演指揮者に迎えられ、2006年から2009年まで タンペレフィルハーモニー還元楽団の主席指揮者を歴任。2008年から2015年までヘルシンキフィルハーモニー還元楽団の主席指揮者を務める。2012年から BBC フィルハーモニックの主席客演指揮者に就任した。ジョンストーゴズダッシュ・ -ALLMUSIC.com ハットチーフコンダクターヘルシンキフィルハーモニー還元楽団公式サイト ありがとうございます。